プロイエシティは、ルーマニア、ムンテニア地方の都市、プラホバ県の県都である、首都ブカレストの北およそ 56km 地点にある、黒い金の首都の異名を持つ、石油産業の急中新地で、四つの製油所と、その分野に関連したその他の工場がある。日本語では、プロエシティ、プロエシティ、並びプロエシティ、プロエシティ、プロエシティなどの表記もある。プロエシティは、 ムンテニア地方の真ん中にあり、ルーマニア平原の北部中央に位置している。北はブレジョイ、南はバルカネとブラジ、西はトゥルグショールベキ、東はブコブのカクコムナと隣接している。ワイン生産地域のデアルルマーレカルガレアスカダニの近くにあり、鉱山の観光地、プラホバダニへの直接の入り口である。また、首都ブカレストとトランシルバニア、 モルドバをつなぐ街道沿いに位置しているので、重要な交通の交差点でもある。プロイエシュティ近郊には二つの大きな川が流れている。一つは南東に向かうプラホバ川、もう一つは北と東に向かうテレアジェン川である。市はテレアジェン川の支流のドゥンブ川沿いに位置している。プロイエシュティの面積は約60平方キロメートルを占めており、そのうち十五平方キロメートルは、 郊外の小村である。市は平野部に位置しているが、平均の標高は150メートルである。町の創設の日付と、その最初の住人たちに関しては、書き残された証拠は、わずかしか存在しない。歴史家、ニコライ・バルチェスクによれば、ミルチャロコ公の時代には、プロイヤシティに、行政機関、キャピタニー・エプライス・チャウールイが存在していたという。記録から見れば、 すべての歴史の記録は1503年までしか遡れず、その時のプロイエシュティのニューマクル車引きのドラゴイ、トゥドル、ネアグ、その他の名前のあるブラシオフの書類が日付の記された最初のものである。町の名はさらに、バラキア公、ペトル弱年公の署名のあるプロイエシュティのアブルツとバルカネシティの大臣これ市の間で5つのブドウ畑の売買が確認された。 1567年の権利証書の中に見られる。プロイエシュティの転換点は、ミハイユー観光による軍事作戦の基地となり、自衛農民たちの村が、ワラキア港の市場の地位に昇格した1597年であった。港の支援を受け、17世紀から18世紀には、貿易都市工業の中心として、急速に栄えた。その発展は、近郊にある他の町、 スルグショールがただの村になるという衰退も原因となった。19世紀半ばプロイエシュティ地方には世界有数の原油採掘及び石油生成所が置かれていた。プロイエシュティとブラショフをつなぐ道路が1864年に開通し、1882年に鉄道が敷かれた。多くの学校と病院がこの時代に作られた。 短期に終わったルーマニア王政に対する1870年の反乱時には8月8日の1日だけプロイエシュティ共和国が宣言された。1943年8月、タイラルウェーブ作戦時のアメリカ空軍による爆撃の後、火災を起こしたプロイエシュティの石油タンク2つの大戦艦、地元工業は石油製造過程で沸騰した。 外資系が大半を占める大手石油企業が市で創業を開始した。共産主義政権の樹立まではプロエシュティの名が使われプラホバ県の県とであった。1940年11月の地震で大きな被害を受けたが市は第二次世界大戦中同盟していたナチスドイツの重要な石油提供地となった。飛行場から近かったためにプロエシュティは 連合国側の攻撃を受けた1943年8月3日、アメリカ空軍はベンガジからタイダルウェーブ作戦を決行し、178機の B-24 が低空で強固な爆撃を生成所へ仕掛けた。空襲は地上にひどい損傷を与えたが、そのほとんどは修繕された。1944年には、イタリアの空軍基地から使ってきた。 米軍機が爆撃を行った。1944年8月、ついにソビエト連邦軍がプロイエシティを陥落させた。戦後成立した共産主義政権は大半が私有であった石油生成所を国有化した。そして国の近代化目的で原油、石油産業に手厚い投資を行い、戦争の傷跡を修復したが、その社会と経済の変化の状況の中で、 都市の重要性は低下した。1990年以降、町は再び経済的、文化的に発展することになった。プロイエシュティ市の人口は近代に大変早いペースで増加した。これはその時代の市の著しい経済的発展によって説明がつく。1810年には2024人だった住民は、1837年には3000人になり、 ルーマニア統一の直後は26,468人、1884年には32,000人であった。また1899年、1912年、1930年のデータを比較すると、プロイエシュティの人口の増加は、ブカレストとコンスタンツァを除いた、ルーマニア国内のすべての大都市より速度が速い。このことは、さらに、 石油の採掘の拡大を通じて説明できる。第二次世界大戦、特に爆撃によって引き起こされたプロエシティの人口の減少と消失は迅速に回復し、1948年1月に登録されていた住民は95,632人であった。1930年の市の人口79,149人の内訳は、 ルーマニア人69,139人、ユダヤ人3,708人、マジャル人1,591人、ドイツ人1,307人他であった。宗教的な県知から、の人口は、正教会69,458人、ユダヤ教3.843人、ローマカトリック教会2,629人、ルーテル教会1,115人、 東方カトリック教会1076人その他から構成されている。現在の市の人口は232,527人である。民族の構成は以下の通りである。ルーマニア人225,570人、ロマ5,873人、マジャル人237人、ドイツ人148人、ギリシャ人108人、ユダヤ人、 65人、その他526人。世界初とも言われる製油所が1856年に建設されたことにより、早い時期からすでにプロイエシティはヨーロッパで最大の石油生産地であり、工業都市であった。現在でも石油生産と生成、その分野に関連したその他の工業に特に焦点を絞っている。 地域での石油産出量は減少し続けているとはいえ、4つの製油所は今も創業し続けており、生成された石油はパイプラインで、ブカレスト、コンスタンツアの国会の港、ジュルジュのドナウ川の港に向けて輸送されている。産業全体における石油関連分野の事業の総額の割合は39.6%でトップを占めており、第2位の飲料。 タバコ産業の17.7%、3位のエネルギー産業に大きな差をつけている。その他、金属工業、化学工業と合成繊維産業、合成ゴムとプラスチック製品の加工、木材とその製品製造、織物産業などが行われている。プロイエシュティ近郊のトゥルゴビシュテへ向かう幹線道路沿いにはプロイエシュティ工業団地があり、28以上の企業が 活動している。また、1989年のルーマニア革命の後、外国の企業からの多くの投資により、プロイエシティは経済的に急速に成長した。オムブペトロム、ルクオイル、シェルガス、ティムキン、ヤザキ創業、コカ・コーラ、エフェス・ピルザナー、ブリティッシュ、アメリカンタバコ、インターブルーなど、多くの対外投資がプロイエシティに集まっている。 2006年3月初頭、ユニリーバは、ブカレストから事業の拠点を移し、プロイエシュティ日本部を建設するために300万ユーロを投資すると発表した。トゥルグムレジュの食品製造工場も同市に移し、ルーマニアにおけるすべての業務をプロイエシュティに集中させることになった。さらに、カルフール、メトロ、セルグロス、カウフランド、ビラ、ブラコストア、プラクティコリンターマーシェイ、 プロフィー、メガ、イメージといった多くの小売業者がプロイエシュティに店舗を展開している。ドイツの小売業者テングルマンは2010年までに120店舗の目標を自身に課し2億ユーロを投資した。また、その発展を促進するためプロイエシュティに倉庫を建設した。フランスの独立小売業者アンターマーシェイは小売店にイントレックスの事業で バルカン諸国の流通の牽引者となろうとしている。ルーマニアで最初のイントレックスの店は2002年6月にプロイエシティに開店した。市は農業が重要な産業である地域に位置しているが農業面積は削減傾向にある。また市内と郊外の地域では製粉、ワイン製造、乳製品加工、食肉生産、加工など 農産物の加工産業が行われている。プロイエシティは商業道路の古くからのキロに位置しており、現在も鉄道と道路の連絡地点となっている。国道、DN1 号線、DN72 号線が通っているが、将来は、ブカレストからブラショフ、シニショアラ、クルージュイコールナッポカを通り、オラデアに向かう高速道路 A3 と、北斜にへ向かう高速道路 A5 が、 プロイエシュティを通る予定である。アンリ・コアンダ国際空港は、市から4 5トルの距離にあり、そして、プラホバ・ダニのスキーリゾートへは、車で1時間の距離である。市は、鉄道で、ブカレスト、ブザウ、ブラショフ、ウルジチェニ、トゥルゴビシュテなどと結ばれている。主要な連絡駅は、プロイエシュティ南駅と、西駅の2つあり、それに加えて、ブザウ方面に向かう東駅、 マネチュー方面への北駅があり、市の南部には走車場とその駅がある。市内の路線バス、トロリーバス、路面電車のネットワークは、公共交通機関、レギアウトのマでトランスポートプロアシティによって運行されており、合わせて34路線ある。2006年にはそれまでのディーゼルエンジンのバスが25台、LPG 車へと変えられた。また、 市内の道は800本以上の通りからなっていて、その全長は3 2 4トルになる。プロ屋シティは、1837年の大洪水、1843年の火災、1944年の爆撃、また1940年と1977年の地震など、たびたび自然的、社会的災害に見舞われ、歴史的建造物が破壊されるという歴史を、 ヘているため、現在ではそうした価値のある建物は、あまり残っていないと言える。スポーツ施設としては、二つの FC それぞれの、サッカースタジアムに加え、スポーツホール、オリンピア、水泳プール、ベガ、フィギュアスケートリンクや、競馬場などがある。リーズラ建てるアリジェララーロケールディ2008、バールエレクターールセントラル2009年6月7日、閲覧、AB、 リーズラタテルリーセンスマンチェルディン2002ペントループロアシティプロホーバ二2009年6月7日閲覧トーマス・イーキンズシーンズ・フロム・モダン・ライフ・ワールド・イベンツ2009年6月29日閲覧プロアシティ・インダストリアル・パーク2009年6月29日閲覧ユニリーバ・ビルズ・ファクトリー・ユニリーバ・ビルズ・ファクトリー・イン・プロアシティ・ユニリーバ・ビルズ・ファクトリー・インプ・インプロアシティ・ EN ブッカレストビジネスウィーク2009年6月29日閲覧ラトッププロアシュティ2009年6月29日閲覧ありがとうございます